岸も神、岸も神、岸も神,神、岸母神、ハーリーティーは、仏教を守護するとされる野舎で女神やクシニーの一孫。本名ハーリーティーを音舎した仮定語とも言う。三枚あがたは、吉祥家。主人は、うーシ岸ジ神という読み方は、母が、漢音表記であり、語音を通例とする仏教用語としては、厳密に正しいものではない。ただし、 東京都豊島区にある都電荒川線の停留場、岸も神前は、規模神前、岸本神前が正式となっている。同停留場に近い方を明け寺岸も神道。この鬼は一画目の点がない字が、姓は、岸も、神、岸も神である。ヤシャビシャ門天、クベーラの部下の武将八大ヤシャ大将、パンチカ、三子、ヤシャ、半氏火薬者王の妻で、五百人。 一節には千人、または一万人の子の母であったが、これらの子を育てるだけの栄養をつけるために人間の子を捕らえて食べていた。そのため多くの人間から恐れられていた。それを見かねた釈迦は、彼女が最も愛していた抜子のピン柄、貧キャラ、氷から、ひつり用花を骨敷に用いる鉢に隠した。彼女は反狂乱となって、世界中を七日間駆け抜け探し回ったが、 発見するには至らず、助けを求めて釈迦にすがることとなる。そこで、釈迦は、多くの子を持ちながら一人を失っただけでお前は、それだけ嘆き悲しんでいる。それなら、ただ一人の子を失う、親の苦しみはいかほどであろうか。とさとし、岸も神が教えをこうと、会を受け、人々を脅かすのをやめなさい。そうすれば、すぐにピン柄に会えるだろうと言った。 彼女が承諾し、美穂に帰すると、釈迦は隠していた子を戻した。そして誤解を守り、世辞によって、上を満たすこと等を教えた。隠して彼女は、仏法の守護神となり、また、子供と安山の守り神となった。東南予家の主護ともされる。インドでは、とりわけ子授け、安山、子育ての神として祀られ、日本でも密教の成功に伴い、 小二の息災や福徳を求めて、岸も神を本尊とする仮定母法が修正されたり、上層貴族の間では安山を願って仮定母像を祀り、仮定母法を修している。また、北家行において岸も神は、従羅説女と共に、北家信仰者の用語と、北家行の愚図を妨げる者を処罰することを誓っていることから、 日蓮はこれに基づき文字で表現したホッケマンダラに、キシモ信号を連ね、二者に母子の関係を設定している。このことがホッケマンダラの諸村の彫刻家や絵像家が進む中で、ホッケ信仰者の守護神としてのキシモ神の単独表現のもととなった。その像は、天女のような姿をし、子供を一人抱き、右手には、キシ家を持つ。なお、これをザクロで、 表現するのは中国文化での影響であり、これは仏典が簡約された時は、吉祥家の正体がわからなかった他に代用表現したものである。よって仏典中の吉祥家とザクロは同一ではない。また吉祥神が人間の子を食べるのを止めさせるために人肉の味がするザクロを食するように釈迦が進めたからと断れるのは日本で作られた俗説に過ぎない。日蓮宗では、 小安岸も神が祀られるほか、近世に入って、以降、北家京だらに品に移居する祈祷が盛んとなり、岸も神を祈祷本尊に位置づけるに至ったこともあり、企業の岸も心臓も多く作られるようになった。これは、北家行の教えを広めることを妨げるもの、仏敵を威圧する、歯者長仏の姿を表現したものである。この企業岸も神の像像については、明確な区分ではないものの、 関東と関西では異なる傾向が見られる。関東では、創発で合唱した姿であり、子供を伴ってはいない。他方、関西では、創発ではあるものの角を生やし、口が裂け、子供を抱く、あるいは、左手で子供と手を繋ぐ姿である。また、子供を抱き方冠をつけた姿は一見すると、天女系であるが、行僧が天女型から企業に変容する過程にあると思われる。 珍しい像が存在することも確認されている。岸も神は、北ッ行の守護神として、日蓮宗北ッ宗州の寺院で祀られることが多く、恐れ入屋の岸も神の地口で知られる、東京都台東区入屋の神言寺、東京都豊島区増志谷の方を明け寺岸も神道、鬼の寺には、格がない、千葉県市川市の園樹院、北ッ教授達中の岸も神が有名である。 江戸三大岸も神。縁日は毎月八の月日、8日、18日、28日である。また、お絵式に合わせて大祭を行う寺もある。なお、岸も神の鬼の表記について、寺院によっては、第一画目の点がない字を用いる場合がある。これは、岸も神が、釈尊に悟されて改心した結果、角が外れたためである。 最遊記の雑劇である原曲の草劇、妖啓剣、最遊記、第三本第十二より鬼母キー、岸も慶馬地記、最天主教、五章霊第十二コマの鬼母啓へなどでは、マナヤツジが三蔵帽子を捕まえており、そこに登場した釈迦如来に帰依する。草劇、妖啓剣、最遊記、第三本では、マナヤツジの別称が暮れない外事となっている。 アキラ以降の最有機では、暮れない外事の回で観音菩薩のところで一箇所取り次に顔を出すのみになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。